はい、どうも、ヒトです。ね、今、地元の祭りに来たんだけど、まあ、見ての通りね、ちょっと人混みがやべっつうことで、まあ、ちょっとまだ店入れないんだけど、そもそも明日、今ね、8月26日で、明日ね、東京プロってことで、何も食べれないんだよね、減量中。だからこの祭りの雰囲気だけでも楽しんでいこうかなと思ってます。これマジで、100歩譲りながら歩かねえと、マジでここは歩けない。人が多すぎる。てか、これ地元の祭りだから、今、こうやって回してっけど、もしかしたら、誰かに人に会っちゃうかもしんないんだよね。マジで、あ、見て、やばい。この人混みは、もう100歩譲りながら歩いてっから、うん、これ気をつけて歩くよ、うん、危ないかもね。マジでうまそうな店しかなくて、うん、超うまそう。いいよ別に、あ、牛串とかあんず飴とかいいよ、100歩譲っていいけど、さすがにじゃがバターは食えないよね、うん、これマジでやべえから。脂質だって 100g 以上入ってんじゃないの、うん。でもさらにこっちやべえ、こっちの方がやべえ。いくよ、いくよ、せーの、宝石つくな。これ75万円の価値があって思うから、俺今からこれやってみてえと思います。いや、マジでこれ100歩マジで100歩譲る。マジでこれ100歩譲んねえと歩けねえ。マジで100歩マジ100歩マジで気をつけます。俺の笑い方がどのちって。なんか今この祭りで灯籠流しっていうのをやるらしいんだけど、ちょっとよく分かってねえんだけど、まあ灯籠を流すらしいよね、うん、夜めちゃくちゃ映えるらしいから、まあ夜見てみようかなと思うよね。見て、あそこにタンクシってあるんだけど、タンクシ焼きそばってのがあるんだけど、マジでうまそうじゃん。わ、マジでやばい。ちょっとこれ人混み、人ゴミがちょっとや、人ゴミがやばすぎて、俺ちょっと無理だわこれ。ちょ、やばいわこれ。あ、ちょっとやべえ。はい、ということで、今祭り、終わりました。で、まあ散歩ね、1時間半、してきたんだけど、使ってきた所持金は、0円。で、歩った歩数は、75万歩歩いてきました。はい。で、ちょっとね、歩き、過ぎちゃったせいか、足の皮の裏の豆が潰れました。はい。で、ね、まぁ、ちょっと人混みが、苦手だというところと、ちょっと、息苦しさを感じて、帰ってきました。人には人の苦手なところがあるっていうことなんだよね。はい。ということで、今日はね、これで終わりにしたいと思うんだけど、一つだけ、言われたことがあります。何あの眉毛だって。